と実況プレイの、パート95ですね。やっていきましょう。東フィローでの転ぶ集めです。ちょっとマークつけていきますね。気象交渉あ、いいね、いいね、いいね、えい。よっ。はっ。はっ。ですね。なんか隠し方がシンプルだな。うん。勝手に、オッケー。はっ。岩ロックっぽい。すげえ岩ロックっぽい。かな。よいしょ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 はいよいしょ。うめえ。石どこ？あ、これか。マーク、鉱石マークにしようか、ちょっと悩むな。岩の下。むしろ上にいそうだな。
あれ、もうちょっと。これ五色すすめ、こっち向かねえかな、行っちゃった。スズメまだ種類いるね。さてさて。綺麗な川。で、射的。上かな。これも怖かった。登ってみるか。あった。バカ野郎。おい。で、射的。隠れすぎててよくわかんないけど、ここら辺にも一つ、ここに一つ、あ、これか。ここら辺に一つ、したら、まずは赤。あ、
風車があるのか、普通に風船浮いてんのか。どこだ？見えない。ああ。ギリギリじゃねえか。しかもなんか今見たことなさそうな鳥いたな。多分ずっと気になってたぞ。多分これだよね。あれ？はい、あ、いいよ。でね、え、あとこ、なんか役に立つかもしれん。おお、たまったね。金持ち。よ。雨降ってなきゃいいな、翌日。おう。じゃあ料理しとけばよかったのに。先の方にも行かないといけないね。あれだね、トトラの素材集めしやすいね。あ、そこに落ちたか。
ビッグブーメラン。変だな。何をしたらいいんだ？落ちた。おお、あの滝の方だけど、ブロック合わせがあるみたいなんだよね。やりたい放題。ケツ書いてる場合じゃねえぞー。あったけど？ああ、そっちか。いるね。ある。寄り道。あー届かない。結構深いな。やべ。え？届かない。いい、とてもいい。キシの盾デザイン好きなんですよね。どこにもある。
高いな。ストーン、こっから届かないの。届かないけどどうしろってんの。ちょっとこっちに押して、宝箱の上に降りて、あ、無理だな。どうしよう。明日、あ、いた。やったやった。なんだよ、大したもん入ってなかった。のそば、1234、1234、1234。ああ、なるほど。解かないね。てか何、この滝の中なんかあんの。これなんだが、あ、
雨降ってきた。しかもなんかいるな。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきます。次回はこちらのフロリア大滝周辺のコログ集めを目指していきたいですね。どっちかな。適当に金立てて、これかな、これっぽいな。あ、どうだ？だいたいこの真ん中らへん刺してるぞ。あれ、待てよ。ここに、ここから隠れてないか？ここに一個ほこら隠れてるかも。お、それも次回やろう。よし。では、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイのパート96、最後までご視聴いただき、改めまして、次の動画で待ちしております。それでは皆さん、また見てください。